スーパー戦隊シリーズは日本の特撮テレビドラマシリーズ、ウルトラシリーズ、仮面ライダーシリーズと共におよそ45年にわたって放映されている長寿シリーズである。数名がチームを組み色分けされたマスクとスーツで武装したヒーローに変身し、主に赤色のヒーローを中心として怪人と戦うストーリーがドラマの基本コンセプトとなっている。 世界80カ国で放映。本シリーズは東映が制作し、テレビ朝日系列にて放送されている主に、子供向けの特撮ヒーロー番組である。シリーズに含まれる作品の範囲については、制作時期、代理店や、原作者の違いなどから、当初は、バトルフィーバー J を起点としてカウントされていたが、後にはそれ以前に制作された、秘密戦隊、ゴレンジャーと、 ジャッカー電撃隊もこれに含める形が定着した。本項目では、ゴレンジャーをシリーズ第一作目とする認識に即して解説する。ゴレンジャーの成功を受けて、同一コンセプトに基づいた集団ヒーロー番組が制作され、バトルフィーバー J からは、巨大ロボットという要素を取り入れ、続く、電子戦隊電マンで、定番となる戦隊という故障や変身にアイテムを使用する。 ことなど以降続いていく、戦隊シリーズの多くの基本スタイルが確立し、さらに長期的な人気シリーズとなっている。シリーズ内の各作品において話数表記は作品によって異なるが、本項目においては全作品、第話の表記で統一する。また、通算放送回数は通算第回と表記する。本シリーズの開始以前。 1971年に開始されて大人気を誇った昭和仮面ライダーシリーズの新番組の案として最初から5人の仮面ライダーを一度に登場させるというものがあったが当時の昭和仮面ライダーシリーズ制作局であった在阪純キ局毎日放送の映画部部長ショーのいたるがヒーローは一人のものとして強く反対したため実現しなかった スターの共演はその時こそ盛り上がるものの終わってしまえば承知してしまいそれを防ごうとしてオールスター作品を乱発したことが東映時代劇作品の衰退を早めたとも言われていたからである転機となったのは1975年4月のネットチェンジである当時のネットにおける準キー局が毎日放送から朝日放送に変更され それに伴って毎日放送のキー局が TBS に移行したことによりネット側は昭和仮面ライダーシリーズの放送権を失う事態となり急遽これに変わる新しい番組を立ち上げる必要に迫られたその際一度はお蔵入りになっていた5人の仮面ライダーのアイデアを元に5人チームのヒーロー番組秘密戦隊ゴレンジャーが制作された 常に5人で登場するヒーローは、東映の平山徹が、あの作り方は僕の秘術と自慢げに語るほど画期的なアイディアだった。また、この後という人数には、歌舞伎の名作、白波5人男の影響や、東映内の3人は少なく、4人は演技が悪い、7人は多すぎるという意見も寄与している。ヒーローがチームで戦うという番組も過去に、 例はあるが、ゴレンジャーでは変身後の姿をそれぞれに色分けした、スーツとし、チーム名の名乗りポーズや、必殺技など、動きをシンクロさせつつ戦うスタイルとした。これらは広く自動層に受け入れられて、視聴率が常時20%を超える大人気番組となり、放送期間も2年に及ぶ大ヒット作となった。しかし、自作、ジャッカー電撃隊は前作ほどの人気は得られずに、 放送開始9ヶ月で打ち切りになったため、シリーズ化の試みは一旦挫折する。翌1978年、東映は、マーベルコミックグループと提携し、マーベルの看板作品の一つ、スパイダーマンを原作にした、スパイダーマンを制作する。東映側が独自に取り入れた、等身大ヒーローが、巨大ロボットの操縦をも行う、という画期的アイデアは、好評を呼び、巨大ロボ、 レオパルドンの玩具も商業的に大きな成功をもたらした。その結果、集団ヒーロー、巨大ロボという二つの要素を合わせて企画されたバトルフィーバー J がテレビ朝日系列で放送開始。同作品もまた成功を収め、以降は幾度かの放送時間の変更を経つつも、今日に至るまで一度の中断もないまま、毎年一作のペースで新作が制作され続けている。 敵組織から送り込まれる怪人による侵略計画に対抗して戦うというパターンは前日のゴレンジャーの大まかな原型となった昭和仮面ライダーシリーズとほぼ同一である。本シリーズの基本コンセプトやシナリオフォーマットは概ねゴレンジャーを巨大ロボ戦はバトルフィーバー J をひな型にしながらマスクのゴーグルや変身アイテムの採用などその後のフォーマットは概ね 電磁マンで確立されたものであるが、長期シリーズゆえに、作品ごとに新たに生み出されたアイデアや、マーチャンダイジングのノウハウも多岐にわたる。作品の主要な対象は、未就学児童であり、子供が初めて目にするドラマを念頭に、幼児に理解できる、ストーリー展開が心がけられている。例えば高校生を主人公とした高速戦隊、ターボレンジャーでは、 幼児にとって未知の場所である学校の場面はできる限り抑えられており、また時間をテーマとした未来戦隊タイムレンジャーでは数年しか生きておらず過去という概念を確立できていない視聴者のために複雑なタイムパラドックスは避けられ物語の基本は現代に置かれている。シリーズの多くで貫かれているコンセプトは以下の通りである。戦隊メンバーは単独で 武器を持ち個人戦も行う。戦闘開始時には全員で名乗りを始め、戦隊名を告げる。この際に背後で爆発が起こる演出がしばしば用いられる。個人の名乗りからの全員の名乗りから戦闘に入るのが基本的な流れである。怪人にとどめを刺すときは多くの場合メンバー全員が揃って初めて使用できる必殺技が使われる。それらの技や、 それに使われる武器も長い歴史の中で数多くのパターンが登場している。ドラマや玩具展開のスピードが早まっているため、年を追うことにより多くの要素が登場する傾向が強くなっている。メインターゲットは特に未就学の男児を中心とする小児全般であるが、バトルフィーバー J 以降は実に40年以上もの間一度の休止期間もなく、 続いている長寿シリーズであるため、子供として初期の作品を見ていた世代の多くがすでに親世代となっていることから幅広い年齢層への浸透も見られ、戦隊ものといえば一般的にはゴレンジャーに始まるスーパー戦隊シリーズのことを指すことが多い。各地のご当地ヒーローの多くが戦隊ものであることを考えれば、それだけ世間に浸透していると言える。また、 東映以外のヒーローが戦隊と呼ばれることもあり、戦隊ものの故障は、マニア以外の一般層においては、特撮ヒーローの代名詞となっている。シリーズの長期化につれて、ヒロインに高年齢層の男性ファンがつくようになり、さらに1990年代頃からは、ビッケ新人俳優を多く起用したことで、イケメンヒーローとメディアに称される現象が見られた。2000年代にシリーズを再開した、 平成仮面ライダーシリーズの影響もあって、それまでの特撮ファン層とは異なる若い女性や子供の母親のような新たな視聴者層も開拓することになり、ファン層は確実に高年齢層にも拡大している。ヒーローを演じる男性俳優の年齢は10代後半から30代前半まで、まちまちであるが、上記の通りシリーズの長期化とともに、平成仮面ライダーシリーズ同様に、 美系若手俳優を起用する傾向が強くなっており、現在では若手俳優の登竜門とも呼ばれるようになった。また、1年にわたって放送されるテレビドラマ自体が減ったこともあり、現在ではベテラン俳優にとっても貴重な番組となっている。その作品が終了した後、ヒーロー役でレギュラー出演していた俳優が協力者、敵幹部などのレギュラーや、 ゲストキャラクター役として、後年の作品に帰ってきたり、仮面ライダーシリーズにも言えることだが、水曜21時枠や木曜ミステリーなど、テレビ朝日で放送している他の投影制作枠にもゲスト役で出演するといったことが多い。スーパー戦隊シリーズの本格誕生への敬意図、かつては初期2作、秘密戦隊ゴレンジャーや、ジャッカー電撃隊をスーパー戦隊シリーズに含むか、否か、 移説があった。ジャッカー終了後、東映は、マーベルコミックグループとのキャラクター使用提携に基づき、スパイダーマンを制作したが、当時の日本人が、アメコミに対して馴染みが薄いことを勘案して、視聴者に強い印象を与えるべく、等身大ヒーローが巨大ロボの操縦もするという要素を投入した。この演出は、 好評を得たもののアメコミの知名度自体が上昇したわけではないため、マーベル提携作品第2弾バトルフィーバー J は巨大ロボを継承しつつも既存のキャラクターをそのまま利用することを避け、やつでサブロを原作とする東映独自のヒーローを立てた上で、ゴレンジャーやジャッカーで確立した集団ヒーローという要素を再投入したのである。スーパー戦隊という名称は、 太陽戦隊サンバルカンの放送時には使われ、始めていたが、シリーズ第一作が、ゴレンジャーなのか、バトルフィーバー J なのかは資料を刊行する、出版社ごとにまちまちで、統一された見解は存在していなかった。とはいえ1980年代においては、バトルフィーバー J 以降という区分が主流であり、超重戦隊、ライブマンの放送期間中には、 スーパー戦隊転数ロゴマークが作られている。しかし1990年代に入ると、ゴレンジャーとジャッカーをシリーズに含むことが正式に決定され、合成、戦隊大レンジャー放送期間中にはこれら2作品を含めた公式なシリーズの故障として、超正規全戦隊が採用された。その時期の超全集など一部資料では、ゴレンジャーと ジャッカーの石の森原作からなる2作品を、戦隊シリーズ、バトルフィーバー以後の作品を、スーパー戦隊シリーズとそれぞれ呼称し、その2シリーズを総称する意味で、調世紀前戦隊の名が使われていたと、説明されている。その後、調理器戦隊オーレンジャーの劇場版において、戦隊シリーズ20周年記念と明記されたのを経て、未来戦隊、タイムレンジャー以降は、テレビシリーズのオープニングに、 スーパー戦隊シリーズのクレジットが挿入されるようになったことでシリーズの定義が完全に確立され現在に至る。第一作秘密戦隊ゴレンジャーから戦隊メンバーの個性はそれぞれに割り当てられた色によって表現されていた。これは賑やかな画面作りをしないと視聴者が離れてしまう。 というテレビ番組制作者としての発想からであり、また放映開始時の1975年には、日本の家庭へのカラーテレビ普及率が90%を超えていた背景も寄与している。ゴレンジャーでは、各メンバーはそれぞれ以下の役割を分担している。第3作、バトルフィーバー J は、マスクの形状で個性を表現したが、チームとしてのデザインに統一感が欠けてしまったため、 続く第四作、電子戦隊電磁マン以降はマスクではなく、色で個性を出すという方向性が定着した。シリーズの長期化に伴い女性メンバーの複数化など、表現のバリエーションが増えたことで、単純に当てはめるのが難しい作品も増えているものの、戦隊を構成する各メンバーが、それぞれ自分に与えられた。 役割分担をこなすことによってチームワークが維持されるという構図は変わらず続いている。各メンバーの色は作品ごとにたびたび変更されるが、バトルフィーバーでの後付け設定を含めて赤だけは一度も欠けたことがなく、追加戦士が定着してからも初期メンバーの中に必ず含まれている。なお、色や性別を問わずに過去の戦隊の戦士に変身できる。 海賊戦隊豪快ジャーやメンバー間で色の交換が可能な列車戦隊特急ジャーにおいては初期設定色以外の状態では本校の記載内容には必ずしも合致しない。シリーズ内で用いられた色は2020年現在赤、青、木、桃、緑、白、大々、黒、円磁、紺紫、金、銀、水色、灰色、茶色の 全16色。基本色戦隊の初期メンバーの色は概ね、ゴレンジャーの5色に白と黒を加えた7色によって、まかなわれている。メタルカラーその他の色シリーズの中には、蒸気の分類に当てはめられない戦士も登場し、変則的な参加をする戦士には、基本的な色に属さないものも多い。シリーズ第一作、秘密戦隊ゴレンジャーでは、 強化服を折りたたんで、体のどこかに隠しているという設定であり、変身に際してはアイテムを使用しない。リアリズムを追求した作風の第2作、ジャッカー電撃隊は変身のためには、強化カプセルに入る必要があり、やはり傾向できる変身アイテムは用いられない。強化服を収納した変身アイテムは、第3作、バトルフィーバー J が初出だが、フィーバー。 と叫んで一回転すると一瞬のうちにスーツを装着し終えているという表現が基本であり腕の通信機バトルシーバーから強化服が飛び出す光景は第24話になって初めて描かれた変身時にアイテムをかざすのは第4作電子戦隊電磁マンの電磁リング以降である1981年の太陽戦隊サンバルカンの バルカンブレス以降はブレスレット型の変身アイテムが主流となった。これは当時の子供の憧れの対象が腕時計であり、それを模した玩具が発売されたからである。左右の腕に一体となるブレスレットをはめるのは1988年の超重戦隊ライブマンのツインブレスを先駆けとする。1997年の電磁戦隊メガレンジャーに登場した。 メガシルバーの携帯ザー以降携帯電話型アイテムが使われるようになり、そのコンセプトは2001年の百獣戦隊がオレンジャーの G 本へと継承され、2005年の魔法戦隊マジレンジャーのマージフォンからは主流となった。これはこの時代の子供たちにとって携帯電話が魅力的で外せないアイテムだからである。そして現在の携帯電話で主流となっている。 スマートフォン型アイテムは2013年の充電戦隊恐竜ジャーの充電モバックル2014年の列車戦隊特急ジャーのレインボーパスで部分的に採用した後同作品に登場する特急67号の変身アイテムで本格的にもしたアプリチェンジャーが登場している近年では恐竜ジャーのガブリボルバーと充電池を皮切りに 共通武器にミニアイテムを装填することで変身アイテムの役割を兼ねているケースも増えている。スーパー戦隊シリーズは基本的に男児向けの作品ではあるが劇中の主人公には女性メンバー、いわゆる戦隊ヒロインが含まれている。シリーズ第一作、秘密戦隊ゴレンジャーに登場するペギー松山、モモレンジャーは仮面ライダーの ライダーガールズのような人質要因ではなく、他の4人の男性メンバーと同格の戦士として描かれていたことが斬新であった。先行する特撮作品、スき、スき、魔女先生やトリプルファイターにも戦うヒロインは登場していたが、継続的に戦う本格的な戦士としてヒロインを描いたのはゴレンジャーが初である。ゴレンジャーのプロデューサーを務めた平山トールは、 戦うヒロインを登場させた理由に、子供たちの間のヒーローごっこにおける女子の不遇な扱いを挙げている。ごっこ遊びの題材が仮面ライダーであれば、八女のようなショッカー怪人か、さらわれる人質しか、女子の役割がなかったからである。ゴレンジャーの放映後、男子と女子が一緒になって、五人揃って、ゴレンジャーと名乗りを真似している姿を見た平山は、 心底嬉しかったと語っている。しかしながら、シリーズ初期の時点では、女性メンバーは一人だけであり、こう一点という立場に限られていた。これは、当時の番組制作者たちが、女児視聴者の存在を把握できていなかったからである。その理由として、ヒーロー番組を視聴する女児に対しても親が、買い与えるのは、女児用玩具なので、商業的評価には、現れづらい面があったゆえである。 そのような中で、太陽戦隊3バルカンは、男性メンバーのみの3人体制となったが、女性メンバーの不在に対する抗議の手紙が来たことで、制作側も女児層に対する認識を改めることとなった。1984年の超電子バイオマンの企画段階では、男性5人のみによる戦隊という案も出たが、男性ばかりではドラマ展開が難しくなるため、 女性を二人に増やして、掛け合いの面白さを出していく方向となった。活発で、ボーイッシュな小泉美香、矢吹淳、イエローフォート、清楚で心優しいカツラギヒピンクファイブという、分かりやすい性格の住み分けによる、ダブルヒロイン体制の誕生である。この構成刷新は好評で、翌年は一転して、女性のみの戦隊ではどうかという案まで出たという。以降、 二人の性格と色の設定が入れ替わったり、あるいは、こう一点体制に戻ったりと多少の変化を織り込みつつ、この類型が受け継がれていく。1993年のインタビューで、鈴木武之は、当初はヒロイン不要論もありましたが、今ではかなり認知されたものと思っていますと語っている。また、ヒロイン像は、時代とともに変化するとし、 一昔前の戦隊のヒロインは非常に男っぽくやっていたんですが今では男には出せない優しさを持ったヒロインが求められていますと当時の世相に触れた上でこれからの戦隊ヒロインもヒーローたちと平等な時にはレッドを救うぐらいのキャラクターになってもいいのではないかと展望を述べた1994年の忍者戦隊カクレンジャーでは鶴姫忍者ホワイトが 女性メンバーとして初めてリーダーとなった。2004年の特装戦隊デカレンジャーには大人っぽいクールビューティーのジャスミンデカイエローと子供っぽく天真爛漫な梅子デカピンクが登場し姉妹のようなキャラクター分けがなされていた。従来のお嬢様とボーイッシュ型住み分けがどこか男性視点での女性選別を感じさせるのに対し 姉妹型の住み分けはそれほどジェンダーを感じさせることはなく、ここで戦隊ヒロイン像はさらなる進化を遂げた。なお、デカレンジャーには、レギュラーの女性メンバー2名に加えて、ゲスト的扱いのデカスワンとデカブライト、劇場版で一瞬だけ変身したデカゴールドがおり、戦隊シリーズ最多となる総勢5名の女性戦士が登場した。悪のヒロインスーパー戦隊シリーズには、 悪の組織に身を置くダークヒロインもまた登場する。シリーズ最初期の悪の組織はいわゆる男女体で敵側の女性キャラクターは出てきてもゲスト扱いだった。バトルフィーバー J 第19話から登場したサロメがレギュラー女性幹部の初の例である。本格的に悪の女性キャラクターが活躍し始めるのは電子戦隊電磁マンで怖さとユーモアを兼ね備えたヘドリアン女王のもとに 忠実な女スパイのミラーとケラーが控えている。野口流によってデザインされた女王の衣装は意図的に胸元を強調しており、ミラーはショートパンツ、ケラーはミニスカートとどちらも客船美をあらわにしていた。野口によれば子供と一緒に番組を視聴していた父親層が悪役美女に惹かれて積極的に番組を見るようになる現象がこの時期に起き始めていたという。 科学戦隊ダイナマンから超新星フラッシュマンまで4作品にわたりキャラクターデザイナーを務めた伊豆淵豊によりダイナマンの王女キメラ電撃戦隊チェンジーマンの女王アハメスなど SF アニメを実写化したかのような女性キャラクターが次々と登場しその後のスーパー戦隊シリーズのデザインの方向性を決定づけたキャスティングに関して悪の女幹部には 高い演技力を備えた女優を選んでいると鈴木武幸が語っている。ヒーロー側の俳優は若手のため役者としても未熟な面があり、悪側がしっかりしていないと番組が持たないためである。また鈴木は太陽戦隊サンバルカンのアマゾンキラー役、香川幸恵をはじめとして、成人映画に出演経験のある女優をたびたび悪の女幹部に起用しているが、 父親層へのサービスという見方を否定している。鈴木に売れば、ヌードになった経験のある女優は、根性があり、子供番組を軽んじるようなこともないのだという。ヘドリアン女王を筆頭に、悪のヒロインたちは総じて自由奔放で、楽しそうに悪事を働くキャラクターが多い。しかも、悪に加担しているにもかかわらず、卑怯な手段を嫌うなど潔癖な面も目立つ。 男女平等という観点からは、ヒーロー側よりもむしろ悪の側の方が、高い地位につく女性の割合が高くて、先進的であると言える。また、星風戦隊ハリケンジャーのフラビージョや、ゴー,ゴー戦隊冒険ジャーの風の静か、充電戦隊恐竜ジャーの喜びの行く先キャンデリラの、ように、天然系で、悪っぽくない悪のキャラクターも登場するようになり、ダークヒロインは、 アイドル化をも果たすようになっている。シリーズ初期には視聴率不振や役者の都合によって劇中では転勤ないし殉職を名目に戦隊メンバーの交代が生じることもあった。シリーズの成長とともにこのような事例は現在ではない。以下にその一例を紹介する。追加戦士とは物語の中盤頃から登場する初期から登場しているメンバーとは 出身や能力の異なる戦士のことである。戦隊の基本的な人数が5人であるところから、6人目の戦士と総称されることもある。劇中でも、海賊戦隊、豪快ジャー第17話にて、同作品の6人目の戦士である伊賀リオロイ、豪快シルバーのセリフで使われている。第2作、ジャッカー電撃隊に登場したシリーズ初の追加戦士である。 ビッグワンや当初3人編成だった第12作超重戦隊ライブマンで途中参戦したブラックバイソングリーン祭のようにシリーズ初期における追加戦士はレギュラーメンバーの増員という形で登場していた第8作超電子バイオマンのマグネ戦士によって初めて6人目という概念が提示されたがマグネ戦士自体は ヒーロー側ではなくワルの戦力に分類されている。第11作、高戦隊、マスクマンの X1 マスクが劇中でも6人目の戦士と認められた初の例だが、1話限りの登場に終わった。初めて本格的な6人目の戦士となったのは、1992年の第16作、恐竜戦隊従レンジャーに登場したドラゴンレンジャーである。 当初は従来同リー同作品も1年間を5人メンバーで戦い抜く予定だったが視聴率が好調だったことから実験的にドラゴンレンジャーを登場させることにした。この試みは5人で1つという戦隊の基本フォーマットを崩すことを意味したため、東映社内でも極秘裏に進められた上、あくまで同作品限定での起手破りに止める構想だったが、 ドラゴンレンジャーの人気が予想以上に高かったため、以後のシリーズでも追加戦士は定番の要素となった。追加戦士には以下に挙げる特徴がある。開始当初はネットチェンジで TBS 系に移動した昭和仮面ライダーシリーズの後、番組として毎週土曜19時30分に放送され、その後、バトルフィーバー J からは毎週土曜18時に放送された。 同時間帯では、ダイナマン途中より、放映時間が25分に短縮されており、また、近畿広域圏の朝日放送テレビのみ、部長刑事放送に伴った変速編成で、金曜17時30分に遅れ、放送となっていた。平成に入ってからは、1989年のターボレンジャーの途中より毎週金曜17時30分への、時間帯移動が再度行われ、 前出の朝日放送テレビもこれに伴い同時ネットとなったが、キー局の夕方ニュース枠の拡大や夏の高校野球中継との兼ね合いから、1997年の電子戦隊メガレンジャー第8話以降より、毎週日曜7時30分へと3度時間帯移動となり、これに伴って放映時間も30分へと再び拡大された。2017年10月からは、 日曜5時50分8時30分の時間帯にニュース情報番組サンデーライブを開始するのに伴いその時点で放送中であった宇宙戦隊9レンジャーの途中よりそれまで朝日放送制作番組が編成されていた日曜9時30分10時へと放送時間帯が繰り下げられた放送時間帯の変遷2018年現在以下に挙げられるテレビ番組が放送される場合は 原則として、スーパー戦隊シリーズの放送は休止となる。放送時間変更前の2017年までは、全米女子オープンゴルフにより休止となる場合があった。これら以外にも、オリンピックや、世界水泳などといった、スポーツ中継やバラエティ特番、それに緊急時の報道特別番組で休止となる場合もある。現在のネット局放送時間は2021年3月、現在。 テレビ朝日系列以外の放送局では連動データ、放送は行われていない。朝日放送では以前データ放送を実施していなかった。過去のネット局系列、局名は放送当時のもの。テレビ朝日系列新局会局や、ネットチェンジ、電波相互乗り入れによる終了はお付加してある。ネット局に関する微行ネット配信など、テレビマガジンなどの講談者用年誌による応募者。 全員プレゼントビデオ。マジレンジャーより、ビデオから DVD となる。ゴーバスターズから、ニンニンジャーまでは、テレビマガジン付録 DVD として制作された。ダイレンジャー、冒険ジャー、獣王ジャー、キューレンジャー、竜装ジャー、キラメジャーでは制作されていないが、ダイレンジャーは、バトル CD 気力ディスクが、テレビ君応募者全員サービスとして実施され、冒険ジャーは、 テレビマガジン本誌に30戦隊紹介 DVD、30スーパー戦隊勢ぞろい、パーフェクトバトル DVD が付録として同梱された。2018年には、小学館のテレビ区により、初の W ヒロインによる DVD が発売。キッズフォトバンダイスタジオで撮影されていた、幼児が参加できるオリジナル DVD 作品。以下、のない限りいずれも、発売元は、 東映ビデオ。他作品との混載仮面ライダーシリーズや、メタルヒーローシリーズなど、東映制作の他の特撮作品と、混載収録されたもの。現時点ではいずれも DVD 化はされていない。劇場版、ジャッカー電撃隊、VS5 レンジャー内で、他の石の森作品とのリンクが写真のみで紹介されて、いたが、テレビシリーズにおける仮面ライダー、メタルヒーロー、 戦隊シリーズの主人公同士の共演では、前者は仮面ライダーディケードとサムライ戦隊シンケンジャー、後者は宇宙刑事ギャバンと特命戦隊ゴーバスターズの共演。また同じテレビ朝日の番組夏休み漫画祭りでは、両劇場版のタイアップとして超電子バイオマンと宇宙刑事シャイダーが共演した。二0二0年二月公開の劇場版騎士流戦隊。 リュウソ曹ジャー vs ルパンレンジャー vs パトレンジャーとマシン戦隊キラメージャーエピソード0のコンプレックス枠であるスーパー戦隊ムービーパーティーのエンディングにプリキュアシリーズのヒーリングとプリキュアスター・トゥインクルプリキュアハングとプリキュアの各作品の主人公が実写特撮とアニメの融合する形で共演を果たす日本プロサッカーリーグの協力で 2013年2014年に映画版のコラボレーションを実施している。このことについてはテレビ朝日系の J リーグ公認番組やべっ FC 日本サッカー応援宣言でもメイキング公開とともに告知されている。東京ドームシティアトラクションズの野外劇場スカイシアターシアタージーロッソでの公演。2011年2月5日から スピニングコースター舞姫死亡事故の影響で休演していたが4月2日から公演を再開した。その他の共演によるヒーローショー野外劇場とスカイシアターの公演によるもの。戦隊のほか仮面ライダーメタルヒーローウルトラマンも共演した。2010年2月からナンバグランド花月での吉本新喜劇への客演が始まった。ただし、 戦隊側はいずれの公演もスーツアクターのみの出演となっている。LSI 電子ゲーム全商品がバンダイから発売。家庭用ゲーム機特に表記ないものはバンダイ系企業から発売されている。アーケードゲームビデオゲーム全商品がバンダイから発売。パソコンソフトアイアプリ開発元はバンダイナムコゲームスによる。ソーシャルゲーム配信元はいずれも。 バンダイナムコエンターテインメント、パチンコパチスロカードゲーム自動向け雑誌関連本、漫画小説、評論ただし、テンプレート、スーパー戦隊シリーズに含まれるものについては、そちらを参照。主なロケ地キャラクター商品を発売した、企業車両協力商品協力技術協力、サムライ戦隊新賢者以降デジタルシネマ撮影に、切り替わったことで、テレビ系の技術会社のみならず、 デジタル系の会社が参加している。パワーレンジャーを参照。ブラジル、ポルトガルは本項目のポルトガル語版より、1985年にマーガレット・ローシュとスタンリーにより、スーパー戦隊シリーズの英語吹き替え版が制作され、米国3大ネットに売り込みが行われたが、放送には至らなかった。同時期に、科学戦隊ダイナマンもローカル局で放送されていたが、 話題にはならなかったという。パワーレンジャーシリーズ以前にハイムサバンはアメリカの放送局にスーパー戦隊シリーズを売り込んだが、米国の子供はもっと洗練された作品を好むと相手にされなかったという。1988年から1995年までレデ・マンチット、レデ・レコード、レデ・バンデレンツで放映された。とりわけ最初に放映されたチェーンジマンは 同時期に放映された、メタルヒーロー、巨獣特捜、ジャスピオンと共に、絶大な人気を博した。2013年と2014年には、フラッシュマンとチェンジマンが、ウルブラ TV、レで、ブラジルで放映される。ポルトガルのテレビ局、RTP1 で放映される。1985年より、カナルにて毎週土曜12時30分より、バイオマンが放映された。 1987年からは TF1 にて毎週水曜に放送のクリブトロテ内でバイオマンより順次放映された。アジア各国でもパワーレンジャーと並行で放送されている。ありがとうございます。